ようこそドメグラダケ。チェシ、私の名前はオラで、今回紹介したいプリはティファナになります。イノセントワールドというファッションブランドとのコラボになります。で、こちらはサツキちゃんよりは先に2010年に発売されたものです。まずはカードから。ティパーティーを始めましょう。紅茶の香りに誘われて、優しい夢のひとときを、そんな気分。付属品としては、ポンパドゥールカチューシャ、こんな感じ。かなり硬くてすごいものになっています。とドットリボンバッグ、こんな感じ。ここリボンがあって、ピンクのドールスタンド、気持ち悪い。それではドールを見てみましょう。かなり全体的にその緑とか黄色とかがあって春っぽいぽく見えるから、どうしてもこのタイミングで紹介したいと思いました。で、この子はさつきちゃんより先に発売されたんですけれども、リリースされたんですけど、髪の毛の方がこっちの方がいろいろできるんですね。こうウェイビーで長いけど、とりあえずすくときは非常に簡単で絡まないんですね。で、こんな感じで、次はフェイスアップなんですけど、眉毛は髪の毛の色に合わせた感じですね。あんまり見えないかもしれないんですね、そこは。で、目の色は緑、ちょっと変わった感じ、少し狂ってるように見えます。なぜか私が見るとそういう風に。で、さつきちゃんと同じように、アイライナーは黒じゃなくて茶色になっています。まぶたはこんな感じになります。特に何もないんですけど。で、オレンジ色のチークにオレンジ色の唇になります。次は服装いってみましょう。じゃあまずはこのカチューシャをつけて、こんな感じになります。うわー、ドール自体はこんな感じになりますね。カチューシャをつけて。可愛いかと思います。私、イノセントワールドっていうブランドは大好きなので、私もこういう感じの服が欲しいぐらいですね。で、この子の髪の毛が非常に長いので、こういう風に髪型にしました。説明するために。じゃあまず服装なんですけど、こちらの首のリボンなんですけど、こちらはチョーカーになっています。で、後ろにはベルクロで留められて、だから外せることができます。で、下にはこういう同じ色の黄色いブラウズになります。で、このブラウズにはたくさんパールがついています。ボタンとして、ボタンの形として。で、このドールは体が非常に硬いんですけど、あんまりジム行ってないかな、この子は。で、こういう風なブラウズになります。はい。このブラウズはこんな感じですね。後ろには少しきつくするためにリボンがあって、で、こんな感じ。実に可愛い感じの黄色のブラウズ。ここも首が長くて、ここはいろいろ飾りがつけてあって、後ろにベルカで留められています。で、先ほど の外したワンピースなんですけど、こちらは横にその右側にベルクロがあります。だから真ん中じゃなくて右側です。で、こんな感じのワンピースになります。で、このワンピースはこういう茶色っぽいベージュとこういう緑の硬い布からできています。で、ここはレイヤーに見えるんですけど、ここは 1,2,3,4,5,6,7,8 のレイヤーに見えるんですけど、本当は短い布から縫ってあって、こういう風になっています。で、かわいいステッカーじゃないけど、そういうアイロンのステッカーみたいなのがあります。ワンピースはこんな感じになります。こちらには茶色の布に緑の布、主にそんな構成になります。で、ここはたくさんまたそのレースっぽいのがあって、
一応形としては上にはこの緑のレイヤーがあって、で下にはその茶色のレイヤーがあるんですけど、本当は下には白くなっています。実物もそういう構成されるかわかんないんですけど、普通はこれが下の、その茶色は下のレイヤーになってて、で上にはこれがくっついてなくて、今くっついてるんですけど、これがくっついてなくて普通に外せるものになっています。で後ろにはその先ほど言ったようにベルクロがあって、マジックテープがあって、でここにはさらにこういうリボンがあります。このスカートを上にめくると下にはパニエがあります。こういうつけてるパニエですね。でその下にはさらにブラウスと同じ色のパンツになります。この靴下なんですけど、ここにはあのここと同じようにこういうタツーみたいな、あのアイロンのタツーみたいな、感じの模様が載ってるんですけど、靴と靴って言います。先ほど外したものを全部付け直すとそうなります。カチューシャにカバンにこのチョーカー、とても可愛い春っぽいドールになります。またね。じゃね。